会社で仕事終わるとなかなか仕事が終わってても帰るのってすっごい難しいですよね。実はデータによると仕事が終わったらさっさと職場から離れてお家に行って自分の時間を楽しむ、自分を大切にして、まあ家族がいる方は家族との時間を大切にする、そうすると仕事へのモチベーションが上がってくるっていうデータもあるんですね。でもやっぱり仕事が終わっててもみんなが働いている時に帰るのは正直難しいですよね。なんででしょう。これは論理的に考えるとよくわかる話なんです。何かというと自分の脳のサバイバルメソッドが機能されているんですよね。1957年にマクリーン博士が発表された人間の中には3つの脳があるっていう考え、多分皆さんもご存知だと思うんですよね。このヘビみたいな脳 Your reptile brain、 そして動物的な脳 Your limbic system で、 Neocortex、ね、人間的な考える脳があるっていうことなんですけれども、実はですねこの動物の脳っていうところがこの考える脳よりめっちゃくちゃ古いんですね。まあ、どのぐらい古いかっていうと億年単位の古いんですよ。人間っていうのはチンパンジーが人間になってきたっていうのは約20万年前なんですけれども、このサバイバルメソッドがキックインして群れとしてサバイバルしようよっていうのがもう本当に恐竜の時代からあるわけなんですよね。で恐竜の時代が6万5000年前なんですけれども、正直言ってサバイバル一緒にいるとサバイバルのチャンスが上がるっていうこの本の limbic system っていうのは数億年前からのもう本当に古い脳なんですね。でなんで仕事が終わったら帰れないのかっていうと、みんなが一生懸命やっている時に一人だけ立って出ると殺されるっていう恐怖が体の中で流れるんですね。これはアミグダラっていう部分からホルモンとして流れていることなんですけれども、具体的にどういうことかっていうと、自分だけがみんなと違うことをやっていると破門されると、で破門されると生き残ることができないっていうこの古いリンビックシステムの脳の部分のメッセージなんですね。例えば狼の場合、狼っていうのは、ね、10匹とかの狼がピラミッドスキームになっていて一つの、まあ、チームとして生きていますよね。でトップにアルファがいて次に、ね、ベータがいるっていう感じで、でこのサバイバルのために一人で狼をで生きていくっていうのは非常に難しいことなんですね。でもチームとして生きていくっていうふうになるとサバイバルレートがかなり上がるんですよ。なので生き残るために私たちは他の人と一緒にやった方がいい。で自分一人だけみんながやってることより違うことをやったらこのチームから配属される、破門されると一人の狼になっちゃうようにサバイバルが難しくなってしまうって脳が思ってるんです。なので論理的に考えると仕事っていうのは終わった瞬間に帰らないといけないと思うんですけれども、この論理でいくと本能的に仕事が終わっていても帰ることができないっていう状態になっちゃうんですね。なのでこの状態を自分のチームと一緒に話して、自分のチームとして仕事が終わったら早く帰るか残るかっていうことを相談していく、それが今後の生き残るチームリーダーの責任になるかもしれません。 Thank you so much for checking out this video and I'll see you in the next video.